それでは報道陣の皆様、インターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。新日本プロレスレッスルキングダム11 in 東京ドーム第2弾の対戦カード発表記者会見をただいまより始めさせていただきます。さて、先週末ですね、大阪で行われましたパワーストラグル、おかげさまをもちまして大盛況でありました。もう大会前にですね、チケットがすべて完売するという、大変ありがたい、状態になっておりまして、まあ、大阪も非常に盛り上がりました。この大阪大会の結果を受けまして、東京ドームのカードがまた新たに決まってまいりましたので、今日は発表させていただきます。では、私の方からその決まった第2弾のカードを発表いたします。まずは IWGP インターコンチネンタル選手権試合、チャンピオン内藤哲也に対して棚橋博史の挑戦が決まりました。続いて IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンの櫛田に対して高橋博文の挑戦が決定しました。そして3つ目、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオンのマット・ジャクソン、ニック・ジャクソンのヤングバックスに対してはロッキー・ロメロ、バレッタ、今年のスーパージュニアタッグトーナメント優勝チームの挑戦が決定いたしました。以上3カードが新たに決定したカードで、すでに発表しております IWGP ヘビー級選手権試合、岡田和親対ケニー・オメガと合わせまして、これで全部で4つのカードが決まったということになります。今回の大会は全部で9試合から10試合を予定しておりますから、また残りのカードについては追って発表という形となります。今日は新たに3つのカードを発表させていただきました。さて、それからですね、次期シリーズ11月18日から開幕しますワールドタッグリーグ、こちらに関してもですね、全部で16チームの参加が決定しております。参加チームに関してはお手元の資料をご参照ください。なおですね、このワールドタッグリーグに関してはライガー選手と櫛田選手、龍神サンダーライガー選手と櫛田選手は ROH 遠征、それから田口隆介選手はドイツ遠征のため、18日の後楽園から25日の広島まで参戦、26日の高知から12月8日八戸は欠場、それから12月10日の仙台大会は参戦予定となっています。まあ、一部欠場する試合がありますことをご了承ください。それからですね、今月の15日にはシンガポール大会を控えております。シンガポール大会の対戦カードをお手元の資料にございますが、ここで一つ注目なのがネバー無差別級選手権試合が一つ決まっています。イービル選手と前チャンピオンの柴田勝頼選手のリターンマッチ決定しております。それから、これから先の予定としましては、来年1月から2月の大会予定もお配りしております。まあ、後楽園ホールはじめですね、東北大会の、大会予定ございますが、一つ注目なのは2月5日日曜日ですね、北海道の北海道立総合体育センターの北海北エールで試合が決まっています。まあ、この雪まつりの時期での北エール大会復活というのは実に久々となりますので、どうぞ取り扱いのほどよろしくお願いいたします。また例年通り大阪大会も控えております。ザ・ニュービギニング・イン・大阪は2月11日の土曜日、エディオンアリーナ大阪で次の大阪大会決定しております。この、ま、雪の札幌大会、北エール大会復活も、ご期待いただきたいと思います。以上、私の方からインフォメーションさせていただきました。それではですね、今日発表させていただきましたインターコンチネンタル選手権試合決定しておりますが、この一戦を戦います両者にこれから登場いただきたいと思います。ではまずは内藤選手、昨日、失礼、おとといですね、防衛に成功いたしました内藤哲也選手、登場いただきます。今日はイービルの会見だっけ？イービルの会見？いえ、内藤選手。イービル、ちゃんと連れてきてるから。新チャンピオンになったイービル、連れてきてるから。イービルの話を、はい、聞いてくださいよ。イービル選手、お越しなんですか？すげー。
で、それでは大阪大会で柴田選手を破りまして、ネバー無差別級チャンピオンとなりましたイービル選手に急遽お越しいただきました。じゃあイービル選手にコメントいただいてもよろしいですか。ではイービル選手お願いします。大阪でザ・レスラー柴田勝頼を暗闇の世界へ、そして地獄のどん底へ葬り去ってやった。ザ・レスラーが負けた言い訳してんのか。どうでもいいが、ベルトはここだ。そう、すべてはイーブ、そういうことだ。内藤選手イービルの会見図でしょう。皆さん期待してますので。何を？俺のニヤ明け会見ですか。そうですね。あと東京ドームで防衛戦が決まりました。いやもう俺はお腹いっぱいだよ。もうイービルの言葉を聞いてどうですか。イービルのコメント聞いて。そうですね、全ては闇の中という言葉が非常に印象に残りましたが、まあ、シンガポールで防衛戦も決まりましたし、次またシンガポールでどういう戦いするのかなというのが非常に気になるんですけども。そんだけ注目ってことはシンガポール来るんですか。シンガポールは、中継はやってていただきますので日本から伝えたいなと思います。なるほど、はい、イービルの魅力を、はい、存分に、はい、伝えてください。はい、内藤選手はイービル選手のこの防衛戦に関してはいかがでしょうか。俺まあね、すべてはイービルですよ。では、IWGP インターコンチネンタルの防衛戦も東京ドームで決まりましたので、ここで対戦相手の棚橋弘選手に登場いただきたいと思います。では、棚橋選手お願いします。どうも、お願いします。それでは今日発表させていただきました、来年1月4日の東京ドーム大会、両者の対戦が決定いたしました IWGP インターコンチネンタル選手権試合です。まあ、大阪のリング上でもお互い言葉を交わすシーン、マイクを使っての、そういった言葉を交わすシーンがございましたけども、改めて今日皆様の前で、コメントをいただきたいと思います。まずは挑戦が決まりました棚橋選手からお願いいたします。はい、思い返せばちょうど1年ぐらい前の10月の両国でイービルが登場してした両国で、僕が権利書を持ってて、それに内藤が挑戦するような図式だったんですね。それが1年経って戦わずして世代交代をされたという、例えば岡田だったらこう何年もね戦って去年ドームで負けましたけども、ないこんなケースは初めてかなと、戦ってないのにいつの間にか立場を逆転してるっていうね、昔ね、ヤングライオンの時にまだ内藤がヤングライオンだった時に、早く俺のとこまで上がってこいよってどっかの控え室で言ったことがあったんですね。それが棚橋内藤が東京ドームで実現するっていう、来たかと。ただね、今回は内藤の力を、勢いを借りての実現っていうところは不本意ですけども、もう一個言いたいのが、ベルトを投げたり踏んだりするのだけはちょっと俺的には無理ですね。プロレス界の先人たちが、積み上げてきた象徴なわけなんで、
ね、うちのばあちゃんも物を投げるって行為は運気を下げるよって言ったんで、僕は物は投げないようにしてるんで、そういうねプロレスのベルトに対してのリスペクトっていう部分、つまりはベルトへの愛っていう部分が今回の大きな二人の図式になるんじゃないかなと。ベルトの対しての姿勢、うん、ね、今年岡田に負けて来年内藤に負けるわけにはいかないんで、インターコンチ東京ドームで勝ったならば2017年は棚橋の年になります。はい、以上です。ありがとうございます。それではチャンピオンの内藤選手お願いします。まあ僕は今さら隠す必要もないから、それは俺が棚橋博を目標にしていたこと、まあファン時代ですけどね、棚橋選手の姿を見て俺も新日本のリングに立ちたいんだと、絶対に入ってやるんだと思いましたよ。新日本に入って棚橋選手の背中を僕はしっかり見てきましたよ。僕はデビュー当時から棚橋博を引きずり下ろすのは俺の役目だと言い続けてきましたけどね、まあ、今年の1月4日東京ドームで岡田に敗れ、もうトップ選手ではなくなってしまったのかなという印象を僕は持ってます。棚橋博をトップから引きずり下ろしたのは岡田だったのかなという印象があります。まあそんな棚橋がなぜ大阪大会の後俺の目の前に来たか、まあ俺の理想とする相手、予想する相手、僕は理想の相手棚橋博ではなかったけど、僕の中でねおそらく棚橋が来るんじゃないかなと予想はしてたんでね、予想という意味では当たりましたよ。なんで棚橋が来たか、その答えは俺と絡めば7年連続東京ドーム大会メインイベントが見えてくるから、まあそんなね棚橋ファンと棚橋本人しかこだわってない非常にくだらない記録のために俺の前に出てきたんだなと僕は思いましたよ。まあまさにあの時と一緒ですよ。覚えてますか？ファン投票をしたあの時ですよ。あの時も彼はインターコンチネンタル王座戦だったはずなのに、まあ彼の意思か誰の意思か知らないですけどね、新日本プロレスの意思だったのかもしれないけど、ファン投票という意味のわからない制度をねいきなり持ち出してインターコンチネンタル王座戦をメインイベントにしたと、僕はあの時思いましたよ。なんで新日本プロレスは IWGP ヘビー級王座に誇りを持たないんだと。まあ確かに棚橋を連続でメインイベントに出したいっていうのはあったのかもしれない、内藤をメインイベントにしたら不安だった、それもあったのかもしれない。でも IWGP ヘビー級王座戦だよ、たとえどんなカードでも IWGP ヘビー級王座戦を僕はメインにするべきだったと俺は今でも思いますよ。まあ僕の IWGP へのこだわり、ずっと IWGP を目指してきましたから、まあ今となってはね IWGP ヘビー級王座も、そしてここにあるインターコンチネンタル王座をも超えてしまったのが内藤哲也っていう存在ではあるんですけども、まあまあ
でも東京ドームのメインイベントはやはり僕は IWGP ヘビー級王座戦であるべきだと、やっぱりこの考えは変わらない。なので皆様、僕はここで僕がファン投票しましょうと言うと思うでしょう。僕は僕の答えは逆ですよ。ファン投票は僕は望みません。メインイベントは IWGP ヘビー級選手権試合セミファイナルでインターコンチネンタル王座戦をやるべきだと、ダブルメインイベント、そんな名前もいらない。セミファイナル、もしくは第1試合、第2試合、第3試合、ちゃんとその場所で試合をさせてくれと。ダブルメインイベントなんていうね、そんなお飾りみたいなものはいらないから。でもですよ、皆様、思い出してください。1年前の僕のコメント覚えてますか。この新日本プロレスは棚橋が言ったことが全て、棚橋の言いなりである、覚えてますか。ってことはね、今棚橋がファン投票をやりたいと言えばきっとこの会社は動きますよ。インターコンチネンタル王座戦をメインでやらせてくれと棚橋が言ったらこの会社はすぐ変わりますから。あの時の発言が正しかったのかどうだったのか今はっきり分かりますよ。7年連続メインイベント出たいんだろ。じゃあお前の口からファン投票やろうって言ってみろよ。まあ僕から言いたいのはそれだけです。ありがとうございます。今の点に関して田中選手いかがでしょうか。メインイベントに立ちたくて俺の前に出てきたんだろ。俺はしっかり聞いたぜ。魚沼のお客様の前でメインに立つって言ってたの俺はしっかり聞いたぜ。魚沼のお客様を裏切るんですか。さあどうなんですか。言ってることが全て正しい場合、返す言葉がないって思うより先にベビーフェイスだなっていう気持ちになりましたね。そのね、ファン投票っていうね、アイディアでエゴを振りかざしてもいいんですけど、それはまだ保留にしておきましょう。それはその6年続けてきたドームのメインイベント7年連続出たいですが、こういう考えもあります。今年はセミファイナルで我慢して、来年はセミファイナルで我慢して、再来年からまた7回連続を目指す。あんまり響いてないようですけどね。これ保留にさせてください。それでは記者の皆様からご質問を受け付けたいと思いますが、ご質問のある方お願いいたします。はい、お願いします。今そのファン投票に関してはちょっと保留ということでしたので、ちょっとそれ以外の話を、伺いたいと思いますが、内藤選手、大阪の田橋選手のマイクの中で、今もご自身でも お話しされましたけど、棚橋になれなかった男というフレーズがありましたけども、これはこの、コメントに関して何か。そうですね、もう僕は確かに棚橋を目指してましたから、ああいう姿に憧れて
僕は棚橋の背中を見て追いかけてきたつもりでしたからね。まあ棚橋になれなかった、まあ、それは確かに正解でしょう。でも俺はむしろ今棚橋にならなくてよかったなと。棚橋になってたらこんだけのムーブメント起こせないよ。実際彼が起こしてますかと。何を起こしたんだと。僕は棚橋になれなかったかもしれない。でもそれによって新しい道が見えてきたんでね。そして今こんだけ新日本プロレスを応援してくださる皆様を喜ばせてるわけですからね。僕は棚橋程度にならなくてよかったっすよ。もう一つ内藤選手の質問ですけども、先ほどの棚橋選手の発言で、まあ、ちょっとご自身がおっしゃったのはちょっと驚いたんですけども、まあ、戦っていないのに世代交代をしたようなムードというかを感じたとおっしゃったんですけども、その点に関してどうでしょう。そのもう戦わずに棚橋選手を超えた、うん、あるいは世代を変えたという自負があるのか、そのようにまあそうですね、リングベルナブレスを持ち帰ってきてからまあ1年ちょっと、間違いなく今新日本プロレスの中心であり、まあ、話題の中心は我々ロスイングベルナブレスで運んだというのはね、もう俺も感じてるし皆さんも感じてるでしょう。まあだから棚橋をどうのとかさ、くだらないレベルで俺は考えてないから。棚橋を超えた、超えたらじゃあ何になるの。そんな低レベルなねものを俺は求めてないから。そもそもこの方は今年1月4日東京ドーム岡田に敗れた時点でもう終わってるんですよ。だって今年1年何したの彼が。何かリング上で活躍しましたか。何か話題を作りましたか。何もしてないんだよ。確かに今までこの新日本プロレスのリングを引っ張ってきたの、それは知ってるよ。俺は見てきたからね、背中を見てきたから。今までの活躍も知ってるし今までの貢献も知ってるよ。でも今年何をしたの。俺が上がったっていう表現も確かにできるけど、むしろ彼が自然と下がってしまったんだろうね。なんか俺はそういう印象っすね。いつの間にかここにいたはずの棚橋宏が見えないぐらい下に落っこっちゃったと、そういう印象ですね。棚橋選手、今の内藤選手のコメントを受けて、あと、まあ、もう一つは大阪では内藤選手から、まあ、最後の舞台だと思って頑張ってくださると、はい、ちょっと痛烈な感じ、その点について。それだけのリスクはあると思いますね。はい、負けたら終わるかなって気がします。ただそれでも毎年ドーム直前に勢いを取り戻すのが棚橋流なんで、今年も通年通り、はい、美味しい匂いがするように行ってまってて、はい、それが今年がたまたま内藤であって、でこういろんなね、こうなんだろう、伏線ストーリーがつながって棚橋内藤来たかっていう思いは僕にあります。まあ、棚橋もう一つ、まあ、今年の、まあ、そもそもこのインターコンチのベルトというのは今年の、2月に王座決定戦があって、でケニー選手に敗れてしまって、大阪城ホールでは対戦が決まっていたけども実現しなかった。今このインターコンチというベルトに対してはどのような思いですか。うん、インターコンチがね、僕の場合 IFGP のね前取り期間長かったんで、インターコンチのとの縁というかね、そういうのはすごく今のところ薄いんですけど、これから深まる可能性があると、うん、投げたりしないし踏んだりしないし、また新しい色をつけるっていうね、課題、うん、もしかしたら2017年インターコンチ旋風が吹き荒れるかもしれないし、うん、何が一瞬でねどう変わるかっていうのは分かんないもんですから、はい、
他にご質問ある方。内藤選手、その、手なさは勝手に起こったということでしたけども、はい、コメントの中ではとどめを刺すという言葉があったんですが、はい、やはり自分で最後の最後は自分でとどめを刺す、日があるんですね。まあ、先ほども言いましたが、僕は棚橋宏を引きずり下ろす役目をやりたかったっすよ、もともとね。でも僕の頭の中ではそれは2016年1月4日の舞台だったから、要するに岡田がやったと、なのでね、はっきり言って何のモチベーションも上がらないよ。もう怒った棚橋ですからね、何の美味しさもないよ。まあでもさ、唯一やる気の出るポイントを見出すとしたら、引きずり下ろす役目はできなかったけど、最後のとどめを刺してやろうかなと。今のところモチベーションが上がるのはもうその一点しかないですね。まあ彼も望んでるんじゃないですか、僕にとどめを刺されること。じゃあ相手聞きましょうか。はい、どうですか今の言葉で望んでいらっしゃいますか。僕は新日本のリングで、やりたいことがいっぱいあるし、新日本をもっとね面白くしたいなっていう野望もあるんで、とどめをね刺されるんだったらそこまでかなと思います、俺の夢も、でももし生き延びたなら来年は棚橋の年になりますよ。もう一つ聞きたいことがあるんですけど、一応念のためにノーコメントでいいんですけど、ね、はい、先ほどのその保留なんですけど、はい、何かこう、ある程度期間を空けて発表するとか、何かそういう意思があるのかな、それとも、いや、その空気感ですね。空気感です、はい、ファン投票が動いたのは棚橋中村あったからだと思ったと思うんですよ。はい、はい、そのカードに神通力があったっていうところでファンの票も動いた。ニコイチの問題だったんで、棚橋が一人で騒いでどうなる問題でもないかなと、それだったら7年連続東京ドームのメインイベントっていうのは実現したらすごいね、誇れる記録ですけども、それ以上に大切なものがあるんじゃないかなって今気づきかけてますね。他にご質問あるか。はい、内藤選手は先輩なので、はい、基本的にはインターコーチをやりたいとさっき言ってましたけども、はい、ふわっともし新井さんが今後交流の後にファン投票を希望してメインになってしまったら、それはそれでも受け入れるという気持ちで、まあそうですね、まあファン投票やるって言った時点でもうね結果はもう受け入れるしかないですから、そんなことよりもファン投票をやったらどっちが勝つか云々よりも、僕が一番注目しているのはやっぱり棚橋が言ったら新日本プロレスが動くのかと、棚橋が言ったら新日本プロレスが動くのかどうか、僕はそこが一番ね注目してますよ。やっぱりあの時俺が思ったことは間違いじゃなかったんだっていうのを確認できるチャンスなんでね、ぜひ僕は棚橋選手にファン投票の開催を口にしてほしいですよね。それによって動くのかどうか。まあでもさ、先ほども言いましたけども、ダブルメインイベントとかトリプルメインイベントとかそういうくだらないネーミングがもうなしにしようよ。だってさ、なんなら東京ドーム全カードメインイベントのつもりですって言ったら、じゃあ全部メインイベントになっちゃう。それにファン投票を開催した時、僕はダブルメインイベントでしたからね。ってことは俺東京ドームのメインイベント経験してるの。っ
ってことは岡田もあの時メインイベンターだったの。ということはすでに岡田ってさもう何年も連続でメインイベントやってることになっちゃうよ。もう7年連続とかもうかなり迫ってるよ岡田もってことになっちゃうからね。あのそういうなんか理解に苦しむ表現方法はもうやめてさ、ダブルメインイベントとかいらないから、ちゃんと第何試合第何試合第何試合っていうのをちゃんと決めてほしいですね。ファン投票で勝ったら勝ったならちゃんとメインイベントで僕はやりますよ、もしやるんならね。ファン投票ただ人にそれ言っても会社が却下する可能性もないとか、まあまあね、あるかもしれないですけどね。僕はないと思いますよ。変わってない、はい、変わってないですね。この新日本プロレスは棚橋が言ったことが全てです。他にご質問のある方はいらっしゃいますか。はい、どうぞ。ちょっと東京ドームの話からは少しずれてしまうんですが、次のシリーズ、ワールドタッグリーグが、先ほど発表されてます。で、田中選手も内藤選手も同じ A ブロック で、ですが、それぞれの この大会に挑むちょっとお気持ちを少しお伺いればなと思います。で、田中選手はジュース・ロビンソン選手とのタッグ、はい、内藤選手は X パートナー X となっておりますので、その点をちょっとお伺いればと思います。じゃあまず田中選手から。そうですね、毎年あのパートナーが変わってしまうので、うん、本当にタッグはね、あの縁がないのかなっていう気持ちになってしまうんですけども、ジュースは組んですごく未来を感じる選手なので、うん、理想としては小橋ジョニーエース組みたいな、うん、日本人と外国人のベビーフェイスのあるチームみたいな。ロックンロールをキーワードにやっていけたらなと思いますね、はい、でもう東京ドームまでシェイスも限られてるし、内藤と対戦する機会も、ね、限られてくるんで、ここを自然にね、魂が落ちていたっていう認識というかね、なのでその前哨戦の間に覆す、そういう戦いをしていきます。ありがとうございます。じゃあ内藤選手、ここちょっと X というのが気になります。1月4日東京ドーム大会、これはね日本プロレス界の最大のビッグマッチですから、もちろん新日本プロレスにとっても非常に大事な大会である、それはもちろん分かってますよ。でもさ、まあ、大阪でも言ったけど、その前にワールドタッグリーグがあるから、ワールドタッグリーグ観戦予定のお客様にさ、もうワールドタッグリーグすっ飛ばして東京ドームの話題ばっかね持ってこようとする新日本プロレス、ちょっと失礼じゃない、まあ、僕も思うので今回は X にしましたよ。なんで X にしたか、皆様があの人じゃないか、あの人じゃないか、いろいろ予想するわけです。いつも僕言ってますよね。こうやって予想したり、想像したりする時間が、プロレスファンにとって、一番贅沢な時間であり、一番楽しい時間なんですよ。このワールドタッグリーグも、皆様に楽しんでいただきたくて、僕はその考える時間を皆様に与えたわけです。誰だと思います？この時間ですよ。まさにこの時間がプロレスファンにとって一番贅沢であり楽しい時間なんですよ。まあまあそのうち分かりますからね、いろいろと予想して楽しんでください。あとワールドタッグリーグに関しては、まあ、去年もちらっと言いましたけど、例えばニュージャパンカップは両国国技館での挑戦が決まってるわけですよ。 G1 クライマックスに関しては権利書の防衛戦はあるにせよ、一応東京ドームでの
権利賞をもらえるわけですよ。ワールドタッグリーグってなんで決まってないのかな。これってやっぱ東京ドーム大会の挑戦者決定戦じゃないの。どうせ東京ドームでカード決まってる選手はみんな手抜くんでしょ。どうせ優勝しないでしょ。そんな怪我するリスクを犯してまで優勝目指さないでしょ。みんな思ってるんですよ、タッグリーグだから盛り上がらないんじゃない。だから僕からまあね、僕の言ったこと新日本プロレスは何一つ聞いてくれないけど、僕が思うのはやっぱり優勝チームはどこで挑戦しますっていうのをね、事前に提示することが一つワールドタッグリーグを盛り上げるのになるんじゃないかなと思ってます。僕はまあ不本意かな、まあ、東京ドームのカードが決まってるわけですよ。じゃあこのワールドタッグリーグ優勝しました、そしたら僕は2月のビッグマッチでメインイベントで IWGP タッグ王座に挑戦させてもらいますよ。札幌と大阪と2回あるんでしょ、ビッグマッチが。じゃあ片方で IWGP タッグ王座メインイベントでやります、片方で IWGP インターコンチネンタル王座防衛戦やりますよ。2月シリーズビッグマッチ両方とも俺がメインイベントに出れば全て済む話でしょ。まあこれは一つね、まあもう遅いかもしれないですけど、来年あたりこういう方法もあるんだよっていうのをね、ぜひちょっと新日本プロレスには考えていただきたいと。まあこの場で棚橋が言ったらすんなり決まるけどね、棚橋もそうした方がいいよって言ったらすんなり決まるけどね。そうした方がいいよじゃあ決まりだねいいこと言うよね、さっきからねすげえいいことです。美味しいですか。他にご質問いかがでしょうか。よろしいですか。ないなら終わりますよ。オクパードですからね。それでは質疑応答は以上とさせていただきます。ではこの後は写真撮影に移らせていただきます。インターネット中継をご覧の皆様とはこちらでお別れになります。本日もご視聴誠にありがとうございました。アスタルエゴアディオス。